フライングを注意してください。ではスタートします。3、2、1、スタート。こちらビジターとなりました。なので、そこでちょっと暗くなってきておりますので、なかなかちょっと見づらいとは思いますが、ちょっとよろしくお願いします。ロッカーのレースでございます。ラップ数、より多く心配してですね、前で通過した方の方が楽しいという形です。はい、30秒経過しまして、石崎選手が出たトップ、高橋大島選手、山内選手、田中正人選手、加瀬選手、田中選手、甲斐選手、勝田選手の選手です。1分経過で残り5分、深瀬選手、ジュニアで残ります。川口のジュニアで残ります。石崎選手を取って、2番手山内選手、下がって深瀬選手の順番です。石崎選手取って2番手山内選手との差が、ほぼ18秒19秒ほど、ほぼほぼ1周頑張ってくらいの差がついてしまっております。高橋吉本選手、3番手山内選手が、高橋吉本選手を取って、高橋吉本選手を取って、大選手6番手、田中真田選手が7番手、データ上ですが、田中選手の方がちょっと先端の方が落ちてしまっていますので、どうぞ見てください。
ップが割れてるということで、実際3人未満ですよ。田中選手はちょっと本番が脱落ということで、ちょっと記録が残ってきます。